J2 ジュビロ磐田は今日 J1 昇格に向けて新たなシーズンをスタートさせました。早速新コーチの元気な声がグラウンドに響き渡りました。中山正史新コーチも加わったジュビロ磐田の今シーズン最初の練習、ランニングなど初日からおよそ2時間半もの練習を行いました。体がうずいたのかウォーミングアップに参加する一幕も。現役時代同様大きな声での指導でチームを盛り上げます。練習後のオンライン上での取材中にも、ああ戦う姿勢っていうのを中山さん取材してます誰これ、みんな選手、いや知選手じゃないです、あ違うんだ頼りになる、スタッフ指導者の方も増えましたし、身の引き締まる思いでプレーもできるので非常に嬉しいことだと思います。ストライカーの育成にも期待がかかる中山新コーチの加入、ジュビロ磐田は今シーズンこそ J1 復帰を叶えます。さらに J2 昇格を目指す藤枝前 FC が新体制発表会見に臨みました。注目はかつてジュビロでもプレーした押谷勇樹選手です。このチームを J2 に昇格できるように精一杯頑張っていきたいと思います。 J リーグも熱い戦いが始まります。